Welcome back to Happy Mom Channel. 皆さん、こんにちは。今日は佐賀県庁の地下にあるカフェに来ました。ここは駐車場もあって雨に濡れず来れるところでバリアフリーなのですごく私のお気に入りのカフェの一つでもあります。カフェベースです。じゃじゃん。パン物からカフェ物まで全て揃っているところなので今から行ってみたいと思います。レッツゴー。今日はもうすでに食べたいもの予約しているのでそれを注文したいと思います。予約してたものです。あ、ペイペイで。ペイペイ以外って何かありますか？ペイペイ以外だったら、ラインペイになります。と現金ですか？わかりました。ペイペイでお願いします。食事はお席の方までお持ちしなくて大丈夫です。あ、お願いしてもいいですか？こちらのお席の方までお願いします。はい、お願いします。はい、そしたらちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。すごい。見て、無農薬の野菜が。スローワークさんは佐賀スタイルのイベントとかにも一緒に来てくださったりとかしてて、私も何度か買ったことがあるお野菜たちです。いろんな佐賀の商品が置いてあるんで、あ、羊羹だ。美味しそう。見て、石鹸とかもある。うん、あ、これボディオイル良かったよ、使ったことある。席まで行きたいと思います。広いね。てか、この充電器と、充電器とかコンセント挿すところがある。カウンターの席には。ありがとうございます。美味しそう。栄養バランスが。タンドリーチキンじゃなかったっけ？こちらが、胸肉のタンドリーチキン。750円です。で、こっちがひき肉と玉ねぎのカレー700円です。美味しそうだよね。で、お手伝いもしてくださいます。では、いただきたいと思います。美味しそう。ひじき。これはマスタード。お豆？うん。美味しそうだね。どれか食べようか。タンドリーチキンいただきたいと思います。うん、うん、うん。なんか、インドカレー系？タンドリーチキン、胸肉だから美味しい。これスパイス、ちょっとスパイス、スパイスがかかって美味しい。スープもついてる。お野菜にする。コンソメっていうより結構お野菜そのもののスープ、お野菜がお野菜ベースのスープ。美味しい。いいね、これ。うん、生野菜がさ、サラダちゃんついてるっていう嬉しい。ペットで、うん、うん、では食べていきたいと思います。ミチシカはカレーを頼みました。これも美味しそうだったね。ひき肉と玉ねぎのカレー。甘い。甘いんだ。うん。夜の時間が起きてる。甘い、美味しい。子供でも食べやすいから。うん、いいね。みんなで来れるね、ここ本当に。学生さんも来たりとかしてお勉強もしやすい場所みたい。結構後ろの方でさ、よく会議とかやってあるよね。うん、店長の人たち。広いもの結構。うん、私もたまにここにも来てる。おすすめのカフェの一つです。佐賀意外とカフェ多くて楽しいよね。うん、これからまだまだ紹介していきたいと思うので、よかったらチェックしてください。はい、ごちそうさまでした。ここには子供用の椅子も貸し出してあって、お食事のお席まで持ってきてくださるのと、食べ終わってお伝えたら食事も引いてくださるので、とても助かります。お水とかもセルフなんですけど持ってきてくださります。すごいサービス旺盛なので、皆さん来やすい場所なんじゃないのかなって思います。よかったら佐賀県庁の下のよかったら佐賀県庁の地下にあるカフェベースも皆さん足を運んでみてください。ありがとうございました。 Thank you for watching everyone and see you next time. Bye bye.
駐車場も管理されてます。